はい、今回は、まあ、ハンディキャップやら怪我したやらで片手しか使えないよっていう人用に動画を撮ってます。ドラムって、まあ、どっかで見たことあるかもしれないですけど、全然片手でもできるんですね。で、その高どこ高どこ高どこみたいのがやっぱできない、両手なんてできないっていう人がいるんですけど、別にそんなことも特になくて、足を練習して右も2発早く打てるようになったらみたいなやつもできます。で、こういうのは左手があると楽なだけで、右手だけでも、もしくは左手だけでも全然できるようになります。ビートもね、こう、この、例えば、その時に両方打てないじゃないかとか、なるんですけど、カット踏めるので、みたいにやれば、まあ別に抜けても問題ないとは思いますけど、あの、音も途切れずにできるようになります。な感じですね。大体の曲はできるんじゃないでしょうかね。あの、まあ激しい曲とかはまたちょっと技術が必要になってきますけど、ミドルテンポの曲、 J-POP とかゆっくりな曲は左手もしくは右手でだけで手の方はプレイできるんで、ぜひこの足を練習するともっとバリエーションが増えていきます。スティック落としてしまったりとかした時、あの、まあ全然両手でやってる時に片方落としてしまった、結構よくありますね。その時、次のスティックをこう取り出すまではずっと片手なわけです。片手な時に左手だろうが右手だろうが、どちらもキープしながらやれるといいですね。こういうのも全然役に立つので、片手だけの練習僕結構おすすめしてます。怪我してしまってしばらくドラムができないっていう人もしかしたらいるかもしれないので、ぜひその片手、まあ、こう振動で響いて痛いとかちょっと無理しないでほしいんですけど、片手でも練習ぜひ頑張ってみてください。以上です。